相棒の初代相棒役を演じていた寺脇康文さん。相棒降板時に様々な憶測が飛び交いましたが、その真相はどうだったのでしょうか。今回は寺脇さんが相棒を降板した理由と2022年から復帰した理由についてまとめましたので紹介します。寺脇康文さんのプロフィール。本名寺脇康文、生年月日1962年2月25日、出身地大阪府大阪市、身長180センチ、血液型O 型、学歴岐阜県立祇陽高校、所属事務所アミューズ。経歴。寺脇康文さんの父親は美術商を個人で営んでいて、実家には台湾から父親が輸入したという和紙の大きな置物などがたくさんあったといいます。母親は寿司職人で寿司屋を経営していたため、友達が遊びに来るとおやつとしてお寿司が出てきたそうです。そんな両親のもと、寺脇さんは姉が2人と弟が1人の4人兄弟として生まれ、小学1年生まで大阪で育ちました。2年生の時に岐阜市に引っ越し、高校卒業後の19歳まで過ごします。子供の頃から漫画家に憧れていた寺脇さんは、高校生の時にはぼんやりアニメーターになれたらと考えていましたが、途中で諦め、周囲に流される形で大学受験をしました。しかし受験に失敗し、高校卒業後は予備校に通いながら、スーパーの地下のお惣菜コーナーでアルバイトをして、初めてもらった給料を見た時、あれ、俺はこの先どんな仕事をしてお金を稼いでいくつもりなんだろうと、将来のことを初めて真剣に考えたそうです。その結果、ドラマで見ていた松田優作さんや水谷豊さんのモノマネをしていたことを思い出し、役者ならできるかなと何の根拠もなく思ったのでした。それからすぐに予備校を辞めると、10年やってダメだったら父親の仕事を手伝うという約束で名古屋の俳優養成所に入所し、1年後に俳優養成所の東京本社から声がかかり上京しました。しかしバイトを続けながら養成所に通う生活に、これはこのまま続けていてもダメだ、劇団に入らないとと思い、1984年三宅裕司さんが主催を務める劇団スーパーエキセントリックシアターに入団しました。同年22歳の時に公演超絶技巧殺人事件で俳優デビューしています。1994年には岸谷五郎さんと共に劇団を退団し、企画ユニット地球ゴージャスを結成しました。以降舞台や映画、テレビドラマなど活動の場を広げ、1996年からは10年間にわたって王様のブランチで総合司会を務めました。寺脇さんは現在も岸谷さんと共に地球ゴージャスの舞台をプロデュースしていて、2人以外のキャストは固定せずに毎回ゲストを招いて公演を開いています。相棒を降板した理由。寺脇さんはかねてから水谷豊さんを好きな俳優として挙げ、俳優になったきっかけも水谷さんだと公言していました。そんな水谷さんと1991年デカ貴族2で初共演すると、2000年には相棒で水谷さんのパートナー役として出演しました。以降水谷さんと寺脇さんのコンビで人気を博し、2008年12月のシーズン7の9話まで出演し続けました。しかし降板が決まると、突然の降板に様々な憶測が飛び交うことになります。普通なら8年間も同番組に出演していたので降板しても仕方ないと思われがちですが、降板した際のストーリー展開があまりに不自然だったことが噂に噂を呼んでしまったのです。突如として水谷さんとの不仲説が流れ、水谷さんに降板させられたのではとの噂が囁かれるようになりました。さらにその噂を肯定するように、
相棒の撮影で寺脇さんの意見が水谷さんやプロデューサーと違うことが多かったという関係者の証言も出てしまいます。そのため寺脇さんの意見が撮影に取り入れられないことが増えていき、恒例だったリハーサル前の打ち合わせも行われなくなりました。そして周囲のスタッフたちの間で、そんな寺脇さんの振る舞いが主役を立てないで自分が目立とうとしていると次第に囁かれるようになっていったというのです。関係者は、最初はスタッフと気まずかっただけなんですが、次第に水谷さんともギクシャクするようになっていきましたねと証言。こういった経緯から、これ以上憧れの水谷さんとの関係を悪くするわけにはいかないと感じた寺脇さんが自ら降板を申し入れたと言われています。また週刊誌によると、寺脇さんは飲食店で、結局水谷さんには気持ちが届かなかったのかもしれない、水谷さんとは空気が違うのかなって思ったんだよねと本音をこぼすこともあったと報じられています。さらに寺脇さんは、水谷さんから卒業する時期なのかもしれないとも話していたそうです。降板した際には制作スタッフとの関係も悪化していたと言われています。そう言われるゆえんとして、相棒で長年共演した川原和久さんと松本清さんの結婚披露宴に寺脇さんは参列しませんでした。結婚披露宴には水谷さんや歴代の相棒役スタッフたちも勢ぞろいしていたことから、圧力があったから参列しなかったのではと言われているのです。その一方で、相棒は例年半年以上の撮影スケジュールを組まれるため、舞台もこなしている寺脇さんは、相棒の撮影だけで他の仕事を入れられないことから降板したのではとも見られています。また降板した理由は、水谷さんが寺脇さんの俳優としての将来を考えてのことだったとも言われています。ドラマ相棒での寺脇康文さんイコール亀山薫というイメージが視聴者の中で定着してしまい、このままでは寺脇さんが他の役ができなくなると心配したというのです。実際2013年に寺脇さんが徹子の部屋に出演した際に、水谷さんから、これから君は俳優としてどんどん成長できる、相棒にとどまらず様々な役を演じるために羽ばたいてほしいと言われたことを明かしていました。降板時に寺脇さんは、亀山薫のこと、俳優寺脇康文のことをとても大事に、そして真剣に考えてくれているその思いを受け止め、気持ちよく卒業させていただくことにしましたとコメントしています。不仲説があった水谷さんと寺脇さんですが、降板後もプライベートで連絡を取っていたという情報もあり、実際の降板理由は不仲が原因ではないのかもしれませんね。相棒に復帰した理由が、相棒降板で様々な噂がささやかれた寺脇さんですが、2022年10月からのシーズン21で14年ぶりに5代目相棒として出演することが決定し、ファンたちを騒がせました。この復帰には水谷さんのある思惑が隠れていたようです。水谷さんは以前から70歳で相棒を一区切りさせたいと語っていました。2022年で水谷さんは70歳を迎え、相棒も今シーズンが最後ではないかと噂されています。そのため最後の相棒として寺脇さんがふさわしいと再度オファーしたと言われているのです。水谷さんも最後に相棒を一から作り上げた寺脇さんと演じたかったのかもしれませんね。二枚目俳優でありながら面白いキャラで人気の寺脇康文さん、また水谷さんとのタッグを組んでくれて嬉しいですね。相棒を水谷さんが70歳で降板することを想定して、寺脇さんが引き継ぐ形にするための再登板と勘ぐってしまうのは私だけでしょうか。あなたはどう思いましたでしょうか。これからさらに進化した姿を見せてほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたら
ニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。